本日、2団体目で最後の団体であります、沖縄市久保田青年会のテイキングスタートしたいと思います。YouTube をご覧の皆様も準備よろしいでしょうか。ではですね、久保青年会紹介していきます。沖縄市の久保田青年会の特徴は、何といっても太鼓というかですね、裸足で踊るところが特徴的です。また太鼓を蹴り上げる方も特徴的ですので、ぜひ注目してください。で、使用している曲もですね、エサの演舞曲としては珍しいタッチウッド節や、エサ節の他に、また青年会のオリジナルですね、シュレイの島、久保田民センターというオリジナル曲があることも、非常に特徴的な、青年会の 特徴となっています。でですね、じゃあ何がシュレイの島、何が久保田民センターか初めて聞く方は、曲聴いてもわからないと思うので、今日ちょっと時間取らなかったり協力してもらって、ちょっと少しワンフレーズですね、ちょっと今弾いてもらいたいと思います。じゃあ主演の島からちょっと歌のうちのちょっと入るところまでお願いしてほしいでしょうか。
Thank you.